水木葵は、日本の女性アイドルグループ放課後プリンセス、AOP の元メンバーである。血液型大型。東京都出身。話プリ時代は、キュートブラック所属。AOP 時代は、ATX 所属。2015年、AOP をアニメジャパン2015で見たことをきっかけに、追加メンバーオーディションに応募。2015年7月。 AOP の追加メンバーオーディションに合格。AOP メンバーとしての活動を開始し、初お披露目を果たす。2015年11月11日発売の、花回るピッピは、良い子だけで AOP のメンバーとして初参加。2018年4月13日、体調不良による活動休止を AOP の公式サイトで発表。2019年3月1日、同日をもって、 AOP を退団することを発表。所属事務所であった ATX との契約も終了。退団理由はアニメを応援するというグループのコンセプトが自分の目指すものと違うため、2019年3月31日、放課後プリンセスへの加入を発表。4月上旬にお披露目をした。2019年11月18日、放課後プリンセスからの脱退が発表された。 同月30日をもって芸能界を引退。現在はアルマのプロデューサーとして裏方で活躍している。キッズアニメが好きであり、特に好きなアニメに極上、めちゃモテ委員会、マーメイドメロディーピチピチピッチ,チ、守護キャラを挙げている趣味はカフェ巡り、一人、メガネ集め、ショッピング、映画鑑賞。特技はバトン、ジャズダンス、バスケ、料理、漫画早読み、 運動系全般。イメージカラーは水色。担当委員は未定。ありがとうございます。